じゃあ、レギこれ見ていいですか、俺うんレギラーメンって、自分の言う言うわ、言わせられるわ、この人はすげえ、すごい、さすがだね、これうわー、ちょっとあーなるほどね、これ芯俺どう、あーすごい、少子難かったよ、オウ君すごいおしゃれねえからね彼はこれでもプライベートでこういうことインカメで撮ってたら俺は丸見えになってた、ああほんまやな、やっぱ無理だった、危ない危ない危ない、言ってくれてありがとう、助かりましたうわ俺の遠い、やっぱ遠くで撮らなあかんねん、いや俺嫌だこれ遠いわ、あ皆さんおしゃれですね、何ですかこれは一体、いや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 、いや皆さんの僕ね YouTube の編集してるとテロップめっちゃこう手動でこう入れるわけじゃないですか、ありがとうございます、いやそういうのいらないですよ、ありがとうじゃなくてとなりますと、やっぱテロップ入れてると皆さん口癖がね分かってきちゃうんですよ、こっちは、あまた言ってる、また入れなあかん、こうわ入れなあかんってなるわけ、じゃあみんなの口癖をもう網羅してるわけです、僕は確かに、それを皆さんも今ここに ね、はい、神様、でも僕はあんま喋ってないですよまあでもそうね、その上でそう、少子は一番難しかった、だからこれなんだ、そうそうそう、だからこれなんだも分からんけどなんで、皆さんこういうゲームはしたことあるんでね、イベントでめちゃくちゃ盛り上がったらしい、伝説の神回、シェイシェイの回があります、あそんなんあんねん、ノーランプですね、それ見てなかったんやけど、まあちょっとそれを超えることはできるかな、皆さんどうですか、おおいいですね、そういうつもりでいきましょう、はい、正確なんで、ということで、まあ自分でそれを言ってしまう、下に書いてあるのを言ってしまったら脱落します、 NG ワード、はい、NG ワード、オッケー、口癖ですね、で、それを言わせる、さりげなく言わせるみたいな、そうだよね、言わせたらポイントになるんで、で生き残ります、ポイントになるってどういうことですか言わせたら、だって言わせたら、言わせたら1ポイントってこと、ポイント入った方がよくないですか、でもさ脱落してって残るからポイント関係なくない、じゃあなし、だから最後に残った人が勝ちってことじゃないですか、やんのかこら。おおすごい。そういうことだよね。最後まで残ったのか、そいつは勝ちと。まあでもそいつは素晴らしいねと攻撃した上で、そうだよね。そう自分を言ってしまうっていうのはあるけど、それで攻撃していくっていうのは。確かにね。確かに確かに。俺はポイント加算したいです。個人的ポイントあげます。ね、しかもさ、うん、自分のワードさ気づいてたら超かっこいいよ。あなるほどね。なるほどね。みんなのリアクションで分かってるかもしれないし。脱落した人はどこに行けばいいですか、画角外です、天国、天国、じゃあこっちガヤ方面に行きますか、あ、なるほどね、あっちだけ、うん、あ、いいかもね、うん、あで、あ、言ったとか言ってもってもいいし、そうそうそう、うわ、でもさ、言ったって書いてあったらやばい、言った、あ、あ、ボーン、あー、はい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 、そんな口癖のやつおらんやろ、口癖だから思い返せばいい話じゃ、うん、確かに、なるほど、うん、YouTube とかさ、普段の言動も自分のな言っちゃってる人いてスルーしちゃうかもしれんから、みんなであ今言ったっていう感じで言っちゃってる、スルーしたらそれはもうさセーフだよね、あセーフだ、あそうかそうかそうか、誰も気づかなかったかな、大変だったってことでしょ、うん、でさらっとね、オッケー、今はどうでした今おしゃべってた中で、え、いやあなんか普通に喋ってたか俺はカウントしてなかったけど、言ってないんじゃないかな、多分、あなるほど、俺ね、うん、結構聞いたよ、聞いたよ何聞いたよ、もう危ない人いるよ、あ言ってた、あマジ、危ないよ、もうやんだよ、だからもうさりげなくこう言わす感じで皆さん始めちゃってる、なんとなくさ、はい、こうトークってやったらやっぱさ、うん、俺とラッキーってやっぱ MC やりがちだからさ、うん、結構主導権握っちゃうじゃん、そうだね、それ不利じゃんこのゲームに関しては、うん、だから平等になんかじゃあ振ってもらって、今はじゃあニヒラのターンっつって、じゃあニヒラの振ってよみたいなので、こう次ラッキー、レギュラーしてはいはいはい、みんながね、平等にはいはい、はい、リスクを負うようにしよう、だね、じゃあターンみたいな作りますか、こう回っていくみたいな、はいはい、話題とか自分で振るのもあり、一発勝負、もう2回ぐらいやりてまあでも尺が長くなっちゃうから1回で、ね、ためそうで、すぐ終わる可能性はある、そうそうそう、あるある、正直結構危ない人いるからね、もう分かんないよ、
そうだからチキらないで喋ってほしい。あそうだね、うん、喋んないのも良くないからね、うん、速攻行くのも面白いし。じゃあもう始めちゃいますか。いいよ。はい、じゃあ行きますよ。はい、こんにちは。スタート。スタート。もうここか。うん。じゃあ、はい、スタートですか。まあ。え、待ってください。行っちゃっていいですか。話す話題とか決まってないですか。もう全然。うん、じゃあもう今少子から。決めてもらおう。そうね。トークテーマ的な。トークテーマ。じゃあ皆さんの子供の頃がどんな子だったか教えてほしいです。おもろいね。子供の頃ね。子供の頃。うわー。どんなだったか。どんなだったかね。マザー、ミキラ君から。マザーっつったよ。お母ちゃん。英語でマザーっつったよ、ね。マザー。マザー。ミキラ君。マザー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 。これ締めとマザー。あ、いや、全然いいよ。いいんじゃん、いいんじゃん。マザーミキラ。でも今僕は、その怪しいよね。子供の頃って言って、俺から振ったってことは、なんかそういう、ヒントになるのかなって僕は。なるほどね。最初に端っこから言ってこうかな。なるほどね。子供の頃は僕はどんな子だったんですか。まあ、お兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんがいるからご飯をやっぱお兄ちゃんが優先して夕食を食べちゃうの。だから俺はご飯食べてなかった。なるほどね。まあ、俺の分のご飯もお兄ちゃんが食べちゃうっていう。貧しかったの。貧しいだから栄養取ってなかった。栄養をそこまでもらったんだ。でお菓子は食べだから今痩せてんだ。まあ、それもしかしたらあるかもしれないね。食べない癖がついちゃった、ね、そうですね。そのイメージかな俺は。おなきおいおいおい何それ泣きおくんじゃないんだ。おなきくんでダメじゃねえ。ダメじゃねえ。確かになんか卑猥じゃねえ。やめてくれ。子供の頃、いや子供の頃っていつが子供の頃なんだよ。だからやっぱちっちゃい。今はもうじゃあそれはそう。いやじゃあ心はいつまでもな。いつまでも10歳以下10歳以下10歳以下が小学生の時で。まあでも俺野球少年だったからね。ああ出た。ああやっぱりあの写真載っけてくるんだ。本当にね、野球しかしてなかったから、やっぱプロ野球選手憧れてた。いやもうなってたほぼ。気持ちはね。もう気持ちはね。もう確定してた俺の中で。今のこの体型とかもさ、プロ野球選手にちょっと等しいものあるもん。そうでしょ、うん、なんか大谷っぽいっしょ。大谷っぽいっしょ、うん、でそういう人生、まあちっちゃい頃はね、もう猫と野球みたいな。猫と野球の人生だったから。こう見えて、実家で猫とか飼ってるんだよ。そう、めちゃくちゃ可愛いんだけど、なんかそういう一面をこう見せてくれる時がある。そう、今ね。え、どこやってたポジション。え子供の頃。ポジションファーストやろ。え、ファーストだよ。いや、ピッチャーだよ。え、なんかさ、一緒に野球やった時さ、もうファーストだったよ。それは違う、もう今の肩を無理。その投球がきつい。だからファーストやった。投球きついから、俺の手足を生かすポジションどこだってファーストしかないやん。確かに。そんなもう投げないし、ほぼファースト。投球ないから。もう取るだけのね。そう、もう肩痛いねんな。だから霊気もおったし、そうね、ピッチャーやってくれたから、もう投げるまでもないなみたいな。3番手ぐらいかな。なんで肩あったみたいな。その理由をまず教えてくれてから、ね、肩回すと気持ちいいからね。じゃあ次。はい、じゃあ次できた。できた。子供の時。子供の時。10歳。10歳か。10歳か。やばいよ。なんだよ。10歳かは。10歳か何。やばいよ。なんなの。何でもやってた。何でもやってた。なんかもう目立つ存在だったね。当時ね。今と変わんないじゃん。当時ね。なんか。ルーム長になったりとか、ルーム長、応援団長になったりとか、初めて聞いたよ。ルーム長は中学の時だ。刑務所みたいな話。ルーム長だよ。何ルーム長？何ルーム長？学級委員長とか。班長。ルーム長。学校の？学校クラスの？学級委員長でしょ。学級ルーム長だって。学級委員長学級委員の委員長だから。ルーム長だから。そう昔から。ちょっとなんか。さ、何仕切ってる。これ言い方悪いかもしれないけどさ、こう綺麗な役、なイメージない。なんかずっとこう王道街道じゃないけどさ、霊気がもうなんか綺麗な、やっぱりこうザザのね、生みたいな。それなんか
あんまり確かにイメージがない。ああ確かにな、うん、俺だからイエーイ行きました行きました言ったね言ったねマジか確かにね確かに言っちゃうよね言うよね給食委員会だったから意外すぎるだろ給食やってたちなみに、ちなみに長くはこれつけて速攻で言ってました言ってたっけ一番最初のこれ今もやってる、まあ、やってた方がいい繋がってる、まあ、いけると思うんですよね今はセーフちょっとセーフにしましょうか一回、うん、一回一回、はい、あのこの、うん、撮影する前にやろうか、うん、確かにあ、やば最速やんすごー確かにじゃあ俺もあっちもうあっちあ、そうね、こっち側がね、うん、まあ、これはしょうがない、うん、まあめっちゃ言ってますよねめっちゃ言ってますよ言ってるんですこっちはなめんじゃねえよちょっともう出せ出せこの始まる前になるほどねっていうのでカマかけようと思った逆に言っちゃうね。なるほどねかと思ってた。ね、でも言ったの、言ったのなるほどねって、うん。で、逃れたから、これバレたなと思って。なるほどねじゃないの気づかれたなと思って、俺もワンチャンなるほどねじゃないかなって今思ってる。うわー、なるほどね。なるほどね。今だってセーブしてたもんね。あの、ニーラ、1個ずれますか。で結構、うわーっていう。なるほどね。お前が言うんじゃねえよ。なるほどね。確かに確かにスタートって言ったらじゃあ、OK、スタート行ってくださいじゃあ行きますよ、皆さん、はい、よーい、スタートじゃあ次じゃあ、そうですね、シーンがトークテーマ行こう、うん、逆にもう行っちゃいましょうトークテーマ行っていいトークテーマ行っていいよ、もう子供の話しないあ、もういいっす展開変えていきましょう展開変えていきましょう MC やってくださいもう全然いい MC やってくださいじゃあ好きな女性のタイプ。わあ、聞きたい聞きたい気になる気になる気になる。ね、なるもう見てる人も聞きたい。いや普通に聞きたいっすよ。じゃあ少子か。少子行きましょう。いいね。あんま言う機会ないからね。そうそう聞きたいっすわ。肌が綺麗。わかる。肌が綺麗。なるほど。少子も肌綺麗だ。逆に。逆に大丈夫だ嫌いな怖いなその今の、うん、逆にその言葉怖いな逆にじゃないんだねじゃないねだからその綺麗な肌がなんでそれがいいなんでだろう何をもって綺麗っていう僕がめちゃめちゃ肌汚かったんですよもう、はいアウトですね少子アウト僕少子アウトいや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 見ましょうか少子まあ今流れはねなんか自然でしたよねなるほどね汚い言ったそんなああ自然に言ってたよ自然に言ってたよ少子自然に言ってましたなるほどね。なるほどね。なるほどね。うわ。なるほどね。これなかなか言わないよね。言わないのね。まあまあそうね。多分言わない難しいんだろうね。うん、口癖ではなかったけど。草って言ってるもん。それもアウトだよ、ね。厳密にはそれセーフだよ、ね。あセーフなの。草はセーフじゃない。草はそうね。そういうことか。そうか。草これすごいな。そうそう。最高だわって結構だるないないね終わったわないねって終わってるよがるない終わらすやん終わらせようとして終わらせようとして終わらせようとしてんじゃん次だよ確かにあ、ね確かにじゃないんだ確かに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 じゃあ逆にねだからそれでも違う髪の毛いけたなるほどね。アウト。そっか。右だね。全然違うから。うわ。うわ。
当てていく。明快へようこそ。お前ら一回向こう戻れや。そうだよ、そうだよな。口は。口は。